からもう行かれたと思ったっすわ。いや俺も今日バニーガールが良かったな。あ、来週ね、あの伊予さんの日ですから。バニーガール？いや違います、バニーガールではないです。いやもうでも伊予さんここからバニーガールちょっと見てましょ。いつも女の子見れる位置じゃないですか、ここ。ケツめっちゃ綺麗やった。あ、見てモテるわケツの話してモテるわ。誰のケツですか？後から生えていた子、アンナちゃんアンナちゃんの方ですね。やばい、まあ、昨日、こんばんは、こんばんは。昨日はですね、まあ、バニーちゃんのね方にもここでちょっと一回こうぐるっと回ってもらって、お尻がちょっとケツ…え、やったのそれ。あ、ここでちょっとぐるっと回ってもらったんです。ミリーちゃんの方にもちょっとぐるっと、ま、回ってもらった。大丈夫です。それはもう向こうも最新の注意を払ってるでしょ、そこは。剃ってんのかな。いや、まあそれなりに綺麗に回して抱きて欲望ぶつけますね。伊予さん、事業部長言ってきますね。バニー抱きたいって言ってたんで出演させていいですか。多分出すでしょう、ね。ああ、出す。またアンナちゃん来てくれるでしょ。来てよ。バニーちゃんジロジロ見たい。ジロジロ見たじゃないですか。見てたっすよ。あらゆる角度から見てました。あらゆる角度から出入りしたから。あっちから来て、こっちから来て言うて。いや、まあそんなね、バニーちゃんの話はもう今日はバニーちゃんじゃない。ああいう子もバニーガール来たかわいいんで、ね。結局バッと、ね、分けますから。手振ってくれましたね。何人ですか、ね、見切れとんねん、韓国人。剃ってるやろ、ね。いや、そりゃ剃ってるでしょ。いいな、でも海外の方も引っ張られてね。そうですね。いや、だからびっくりしたと思うで。台湾とか韓国、中国の人いっぱいおられて、はいはい、バニーガールこんなとこおるから。そうですね。2人も最初座ってましたからね。言うても結局選ばれたのは立石さんやったっていう。結局ミリーちゃんが選んだも立石さん。みんな分かってない。俺の敷地、俺の敷地やからな、ここ。そうです。ここはイオズストア。敷地じゃないからな。そうですね。ほんま。ってことは組織法でもイオに入れるってことですか。いや、そういうことや。ここでやってねえから、ここかけ閉めたんだ、そんなやつは。ついに立石選んだ瞬間ですか。こそこで俺バニーから買うで、ここで僕は出してください。立石さんとバニーを買いましょう。やばいよ。まあまあ、いいか。あれやん、まあ、やろ、取る行こうかやっちゃいません。よろしくない、そんなよろしくないお話が続きます。今日はどのように、今日はですね、こちらで、あの事件の初公判。あ、てん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 、おてんてんじゃないですよ、うん、おてんてん。バニーで人集まった。昨日の放送人数は50人弱でした。考えて日野すごいな。そうっすね。なんでな、117でした。117やで、一人で。日野ごときに日野ブーム来てます。やばい。やのに縦石ブームが来ない。来ない。飯尾ブームも来ない。飯尾ブームは多分政治の方に目を向けたがる人が来て、飯尾さんはまたちょっと叩き始めるっていう。飯尾さん、叩かれキャラをちょっと作っていきましょう。やばい。最近ね、炎上キャラっていうのが流行ってますから。やめろや炎上キャラ。俺ツイッターもフェイスブックもやってないからな。そうですね。しかも飯尾さんでも炎上させるワードを分かってるでしょ。これ言ったら炎上すんな。もうすぐ言えんて俺。計画的炎上。いや、あかんすよ。すぐ言うやかん。本気のやつやから、それ。ポロって出たやつは本気のやつやから。今日、小枝コーヒーでずっと喋った時に、はい、まあ、声でかいね。出てもってるっすね。トゲトゲしい言葉が出すぎるんですけど、コメダコーヒーで。おったどうすんの。いや、ほんまっすね。あるある。叩かれキャラええやん、来てますよ。いや、あかんっすね。まあね。疲れたい、ね。疲れたい。ほんまは疲れたい。ほんまは疲れたい。ホリエモンと一緒。疲れたいんですか、あの人。疲れたいよ。疲れたいのに、あの発言ですか。そうそう。ついつい出てまない。ついつぶやくから、あの人。では、あの事件で初公判ということですけど、あの事件とは、以前紹介しました、局部切断。ありましたね、弁護士さん、ね、はい、ボクサーで慶応大の法律学部にこう行ってて大学院生やった人ね、自分の嫁はんが勤めてるところの弁護士さんとの関係を持ったみたいなとかがあって、ちょっとブスッビシッって言ったとブスッって言ったっていう事件がありましてね。でこちらの初公判が、ありまして、なんと初公判でこう出てくる出てくるボロ出てくる。でもあれさ、裁判の内容な、はい、まあ、冒頭記述でさ、喋、はい、るわけやんか、弁護士さんがさ、はい、で検察側が喋ったんかな、あ、弁護士さんが喋ったんか、はいはいはい、ほん検察側が詳細すぎると、過激やから、中身が、だからあかんね、あ、出せないと、そうそうそう、あ、そうなん、言い過ぎっつって、結構でもああいうとこって割とめくって出すじゃないですか、そうだ、メールの内容とかリアルすぎるとかね。はいはいはい、これなかなかね、嫁はん悪いんちゃうかみたいな。コスプレエッチしとったな。そうなんです。実はですね、こちらまあ、その被告、まあ、ボクサーの人ですね、いや奥さんがその被告にちょっと性的関係を強要されてるんだと言ったもんやから、そうかと、
ならちょっと俺に任せろみたいなところで、まずあのその弁護士、不倫関係の弁護士の方の弱みを握るために話し合いを持とうというところで台本を作ったんですよ ね。でこの台本を作って、まあ、事件2日前に包丁とハサミを用意する、うん、嫁さんは思ったんじゃん、嫁さんがちょっと大丈夫それみたいな、うん、殺すことないよねみたいな、いや大丈夫大丈夫みたいな。ただ事件は急転、その当日に嫁さんが台本を相手側に送っちゃうっていう誤送信があったらしくて、まああのこう 手立てがバレたわけですね、被告の方は。うわみたいな、ちょっと都合変わったからみたいな、まあ、強行で行くしかないやろみたいな。で話を持つとこでバッ行ってスパッっていうようなねことになったらしいですけど、これはあの先ほどの冒頭陳述であった通りなんですけど、実は強要されたわけじゃなくて同意のもとやったっていうね。電話なった、電話直すよ、忙しそうですね。利休10名ですか、中尾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 中尾中尾中尾。でもこちらね、まあ、不倫関係というのは半年以上続いてたそうで、そのコスプレエッチもその中に入ってたんでしょうね。ただまあ半年ぐらいで徐々にこう関係が冷え込んでいたというところで、ちょっとあの事件が起きる1ヶ月前ぐらいに奥さんはまあそれを言っちゃうと、いや関係でセクハラ受けてるんだみたいな言っちゃうみたいな、魔性の女やな、魔性の女ですね、怖い怖い。でまあまあその後の事件に至るわけなんですけど、めくったら実はみたいな、関係をちょっとこうやめたかったのか、なんかこうどうしたかったのかは分かりませんけど、その嘘が招いた悲劇はチンコが1個なくなるっていう。1センチらしいね、残ってんのこんだけですか、うん、だから限界やばい、性行為もできひんし、はい、なんか痛いらしいね、まだ排泄は、いやなんか排泄するときに痛いかなんか言ってはったね。へえー、でもいや確かに女の人も悪いし、やった被告も悪いし、はい、人妻に手出した被疑者も悪い、だから、はい、要するにこう、あかんねん、悪いことしたら。そうですね、まあしかもその被疑者の方もあれですからね、結婚してましたからね、うん、子供4人いましたからね、やばいな、もう十分種付けだからええやろ、スポンみたいな、あできるん、できません、アホやな、できませんよ、どっ全員アホや、40代にして、できません、浮気す、人妻やっぱ手出しあかんねん、そうですね、よろしくないです。まあ、この嫁はんが招いてしまった悲劇でかい、しかもこの場の現場でその事件が起きてる一部始終止めなかったっていうのも嫁はんですから、うん、みんな悪い、みんな思うわ、怖いな、不倫はあかん、あほんまに、ね、要するにな、別れてええねん、そうやったら飽きませんよ、あかん、なんとまあそういうところでね、実はあのめくればあの旦那さんの強行ではなかった、まあ、強行を招いたのは嫁はんであったっていうね、まあ、あの嫁、女の人の浮気の方が怖いっていうのはちょっとちょこちょこ言いますからね、いやいやいや、あかんで、ゆうさん大丈夫ですか、いや全然余裕やけどな、まさ人見て浮気するわ、お計算高い、うん、まず素人いかんない、お、まあそのためのプロがありますからね、ねちっこや、確かにね、なんか連れにも言っとってん、連れが素人の方が行きやすいわ、お言うねんけど、はい、素人こそ私大丈夫、子供おっても大丈夫、奥さんおっても大丈夫、私そんなじゃないからっつっても変わるから、あやったらまだ夜の女の子の方にお金使って遊びに行ってる方がいいよ、絶対、確かに、ね、その空間だけでいいもん、嫁見てるよって来てます、え見てへんやん分かんないですよ、実は見て見て見て、今日もなんかソファーでこんなしちゃった、腕ーって子供寝てて、で腕ーってなってるから、お前子供寝てる間にご飯作れって分かってるわ、分かってないやん、お前怒られてますやん、絶対怒ってない腕ーってしてたらそのまま行くやん、2時間2時間腕ーを続けるんですね、嫁さんしてるよ、大丈夫ですか、もうほんま高校生みたいなやつやからさ、強行で乳首切って前ですから大丈夫ですか、嫁さん、お前らピスッ、いやいや、まあ、諦めてんじゃん、大丈夫ですか、まあ、ゆうさんもね、ここの放送で割とあの嫁はんの愚痴言っちゃいますからね、怖いなぁ、いやいやいや、大丈夫ですよ、ゆうさんのところはなんだかんだ言ってこううまいこと言ってますから大丈夫です、まあ、それにしてもね、この切っちゃった人も鬼嫁、鬼嫁で商標登録取ってるらしいですね、ああそう、僕とアキラ、鬼嫁じゃないね、うちの嫁は、何嫁ですか、知らんやろ、ダメ嫁です、豆嫁やん、豆みたいなやつやん、豆ですか、豆嫁ですか、あ豆ではないでしょ、嫁という定義が、でも奥さんとか嫁さんっていう定義って難しいなと思うね、まあ、何をしたら嫁さんなんかっていうところで、俺なんか誰だかな、俺今日も、はい、あそうやんなと思ったことがあって、はい、まあ、うちの嫁はあかんと、はい、まあ、俺の嫁さん像はね、理想像は、はい、やっぱ旦那さん帰ってきた時にはあったかいご飯作ってくれてほしいし、掃除洗濯もやってほしいし、やっぱ子供の育児もしてほしい、でも、はい、完璧は無理やから、そうですね、うん、上辺だけでもいいねんけど、こう
やってる程度もいいからたまにはやってほしいそれを、ね、っていうのはあるわけやん。いいよやってるかって来てますよ。やってるよ。どのやってるかによりますけど、どれやねんやってるの。全部やってるわ。全部やってます。洗濯もやってるわ。で皿洗いもやってるから。で、はい、こう米アメリカの女優さん、はい、でそのすごいこう好きな女優さんやけど、はい、名前忘れたけどな、好きやねん、好きやねん、忘れた。育児が一番仕事の中で疲れると。ほう、でもそうやんなと。だそういう面では俺24時間いるわけじゃないし、子供がいるわけじゃないから、はいはい、そんなやっぱ忙しい仕事をやってもらってるって思ったら、まあ、最悪いいかなって思うから我慢できるんだ。なるほどね、うん、譲り合えるところがそこにね、こう、そうそうそう。ただ譲り合ってるばっかりの気がすんのやっぱり。譲りっぱなしですか。そうそうそう。だから言うねん。でもな、他人は言うねん。いやお前は譲ってないとかどうのこうのとか言うねん、はい、まあ、それはやっぱ家族間それ人それぞれから。ただ波じゃないぐらい譲ってるけどな。まあ確かにね。俺はもうほんま自分の行動が合ってんのか正しくないのか人に聞いたりとか、ヤフー知恵袋とかネット調べるわけよ。いや年離れた娘おるみたいな感じですよ。そうそうそう。ほんで見てたらいろんな奥様たちが愚痴ってるわけよ。だんだんこんなんしない、はい、あんなんしない、はい、全部やってるやんと思って。ああクリアしてました。そうそう、クリア、嫁の愚痴クリア。そうそうそう、世間の嫁の愚痴クリア。そうだよ。とか旦那さん、嫁さんのこういうとこを許してあげましょうみたいな、わ、はいはい、ーって全部許してるわみたいな。あ、許してない、クリアでなるとやってるやんってなるの。やってましたね。 ありがとう絶対言うし、言ってますね、うん、ご飯できてなくても一言しか言わへんしな、家帰ってくる前に LINE ぐらいしといてよぐらい、はい、言うやろ。次4回やったら言うやろみたいな。言いますね、言いますよ。皿洗ってなかったら次の日綺麗な方がやるなと思うから洗うし、まあまあね、人形がその辺アンパンマンブワーってなってたらアンパンマン片付けるし、アンパンマン収集、洗濯物も嫁さんと子供の分は勝手にやったら怒るから一緒にやったりしたら自分の分だけ洗うし、あ、一旦分けるんですね。干すし、干しますね。もうお風呂も次の日すぐ溜めてお風呂入りたいなと思うからシャワー浴びながら湯船洗うし、あ、効率よくいきますね。で子供のおもちゃもぬるぬるなってあかんから洗うし、お湯に使ってたらぬるってやるんですよね。玄関も綺麗に並べるし、俺靴綺麗がいいですね、とか洗濯も乾いとったら畳むし、俺畳むがいいぞ。そんなにいっぱいするからシワシワな高さ偉いなってきてます。ユウさん称賛されてます。え、そうやね。現在称賛されてます。はい、でも子供の育児は世界で一番大変やと、はいはい、女性が言った時に、せやなって思えんね俺は。あ、でも確かにそうかもしれないですね。味わってないから、味わってないことを対してそんな普通やって言ってあかんから世の中は。確かにああだこうで言ってあかんですね。その人の感覚っていうのはさまざまですからね。まあでもまあまあ考える中でそのこう育児は大変だっていうのはまあ全世界共通なんかもしれない。そうそうそう。だから男は許したらあかんねん。あかんすね、うん、それでも我慢できんかったら紙に名前書いて出しちゃったやん無理っつってもう無理、ハンコついてっつってそうなってことは話し合いじゃないですか。というわけで、ね、あの事件の初公判、まあ、飯尾さんみたいな人はチンコ切れることはないじゃないですか。ないです。気をつけてくださいね。これで切られたらこれで切れなすすべがないですね。これでも文句言われてるから俺だろってますね。キーなるけどあかんねん。キーなったらあかんねん。雑学を言うの使える話、今回はですね、あの出しちゃって、あの集団みんな知ってるかな。この集団でわかる。これなんかあのエグザイルのジャケット写真みたいな。かっこいいやんけお前。なんでこれ選んだお前。 We are Legion。 いや画面仮面トップで良かった。いやなんかいろんなやつあったんですけど、なんかあの2マスの仮面もわかるし、なんか見て、ここの頬が赤いわ。誰ですか。あの子。あ、ほんまっすね。チーク。チーク。チーク。乳首じゃないねんな。乳首ってんかもだもんね。チーク美じゃないですか。チーク。それ漢字やからね。チーク。まあこちらね、アノニマス。アノニマス。なんか最近こう、あの、噂になりましたね。いや、手いっぱい手振ってます。めちゃくちゃ手振ってもらって、ありがとうございます。映しますか。全員チークチークチークなってるわ。いや、だって、にしもあのお姉さんが一番チークチークしてますからね。あ、さっき塗りたてほやほやですね。チークチークしてますね。アノニマス、あ、チーク、もうほら、チークに触れ始めたんです、コメントが。お前チーク見せてって来てるわ。かわいいでしょっつって。じゃああのちょっとそこなテレビの並ぶとこちょっと教えてあげて。早く早く、ほら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 現在アノニマスがハッカー集団としてガッて来る前に女の子を映すっていう。チークばっかり来たわ。チクビ見せてくれ。チーク集団、チクビ見せたチクビ見せたらあかんす。あ、そう。今目の前であの女の子のわちゃわちゃ感、わちゃわちゃ感、はい、あのわちゃわちゃ終わりました。全員ギャルやったよかったもん。わちゃわちゃ終わりましたよ。伊予さん、
何ギャルじゃないもん。あのギャルじゃないねん。いや、ほんま、いや、ギャルがいいねん。ひっくるめたギャルですよ。ひっくるめたギャルですね。金髪がええねん。あ、染めたてほやほやの塗りたてほやほやの全部新鮮、全部新鮮。うまい、ほやほや。何がうまいかはよくわからんすけどね。てるもちゃん仲良しゅうてん。楽しくやってますね。これ以上あの外人以外に絡まれない。久々ですね。そうやな、久々ですね。ゆうさん、酔っ払いか、酔っ払いじゃないですよ。アノニマスね。アノニマスね。アノニマス。まあ、あの最近ね、ISIS に宣戦布告してた、あの集団、実際どういうことをしてるねんとか、うん、どこにその集団おんねんとか、うん、事務所あんのかとか、うん、誰やねん的な話をちょっと紹介してほしいなっていう。アノニマスはハッカー集団ですね、まずね。俗に言うパソコンぶっ壊せですね。パソコンぶっ壊せです。ぶっ壊せですね。まあ、単純に言えばネット規制やら、はいはい、まあ、多種多様な事件に関する、まあ、今回だ ISIS の、はいはい、そういうこととか、はい、昔だったらなんか、タイマーの集団に拉致された人たちを助けやるみたいな。え、そんなことできるんですか？そう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 。を、そう、あの言ったら人質取ったやつらの氏名とか電話番号全部公表して、これ以上その家族とかを公表されたくなかったら人質を解放しろみたいな。え、すげえ。解放するみたいな。え、そうなんですか？え、すげえ。とか、日本やったらあのプレステ3あったでしょ、はいはいはい、あのゲームを脱獄した天才の少年があジョージ君って言うんだけど、ジョージ君がそれやったことのためにソニーが訴訟を起こすねん。あ、何してんだっつって。そうそうそう。ほんだらそれを訴訟を起こしたとして彼らが怒るわけよ。 ISIS じゃないわ、アノニマス、ね、アノニマスが女子がおるから喋られへんわ。なんでなんですか。で、何緊張してるんですか。で、Google、 じゃあ Google じゃん。で、その子が結局2014年に Google にスカウトされるね、去年。結局そうなの。訴訟されたのに。そうそうそう、天才だっつって。そんなにずっと手振っても何も生まれへんねん。うせん。ねえ。何も生まれない。これ疲れるだけやで。そうだね、手首、腱鞘になるよ。つってきてる。大丈夫、チークだと治るよ。治る治る治る。あ、縫った後か、縫った後か。たった、こっちの方が面白いっすよ。ほんまや。面白いっすよ。こっちのコンビが面白いっすよ。寄ってない。あ、そうなの。そういう人たちの友達をもうちょい増やしたかったわ。人生の上で。おらんの、こういうタイプの方で楽しい子おらんの。いや、こんな感じの、あのパッと見て清楚な感じの子はいないです、うん、俺褒める昔からうまいねや、うん、あ、そっちどっちですか。で、結局アノニマス何したんですか。あ、ほんで結局アノニマスの、アノニマスジョージ君はどうなったんですか。あ、ジョージ君だから Google にスカウトされたんや。あ、はいはいはい、で、セキュリティ部門にスカウトされて、お、あの今 Google で働いてるというかニュースになるっていう。すごいっすね。アノニマスってまあハッカー集団で、はい、まあ、集団やねんけどグループじゃないのよ。まずメンバーっていうそういう概念がまずなくて。ああ、集団やけど集まってないんですね。そう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 、西成におるらしいとこに行きますけど。マジっすか。マジかよ。マジっすか。ここにもおるかもしれないんだよ、ね、やっていうのもあって、はい、で、まあ、アノニマスのなり方っていうのは基本的にはもう自分がアノニマスやと、その、はい、言うたらアノニマスたちに賛同して動けばもう皆さんはアノニマスやねん。あ、もうじゃあ、はい、俺アノニマスって言っていけるんですか。そう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 。そんな感じなんですか。グループコミュニケーションをずっと振ってるわ。で、コミュニティみたいなところがあるから、はい、あ、そうそうそう。そのコミュニティの中でみんなで意見とか緩和して、はいはいはい、で、メンバーのなり方っていうのも公式の日本サイトがあるから、そこ行けばなれますから。え、アノニマスサイトで入れるんですか。あ、ありがとうございます。え、マジで。これ男前の兄さんも見て、3代目なんかカラーなんか分からへんけどな。あ、3代目3代目3代目でした。3代目4代目できますね。ほんで、まあ、あの3代目あんま好きじゃないね。ほんで、であの仮面の由来が、はい、あれね、あれね、そうそう、あれはガイ・フォークスっていう。何なんですか。ガイ・フォークス。ガイ・フォークス、英語のガイ、あれでしょ、男とか、はい、まあまあガイってナイスガイって言われる、はい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 、そういう由来するもねんな。そのガイ・フォークスっていうとこからガイって生まれて、ナイスガイのガイの。ああ、なるほど。そうですね。へえ。何したしかっていうと、1600年代にイギリスであのカトリックがまあこう弾圧された時にこうがんなんていうこうやった人、抗議した人、それがガイ・フォークスなんですか。そうそうそう、国王を殺害するために国会を爆発しようとした人。すげえ。このガイ・フォークスの日みたいな。だガイ・フォークス、この仮面はそれ言ったらガイ・フォークスやねんけど、はいはいはい、ガイ・フォークスは抗議をする仮面みたいな。ああ、意味はあるんすね。そうそう、別にあの芸人になれちゃうかな。すごい笑われるね、うん、ガイ・フォークスってもともと人なんすね。そうそう、人人人そうやったね。だからあのアノニマスだけじゃなくて、次しゃがんでるわ。ほんで、あのミニスカやったらパンツに見えたのにな。で、あのだから抗議する人たちの象徴ですね。象徴みたいな、象徴みたいな。なるほどな、もともと意味あるんですね。そうそうそう、もともと意味あるやつ。3代目がおっぱい触ってるわ。あ、
三代目セクハラブラザーズ、うん、っていうのであの仮面をつけてあるらしい。あれはじゃあちょっと意味を持ってつけてるんですね。そうそうそう、だから何か抗議するときとかそういうなんかやるときはああいう仮面をつけるのが世界では結構普通じゃないけどやってたりするらしいよ。もしかして来週の放送伊代さんそれつけてます、うん、やばいよガイフォックスお前はええねんチーク塗れやお前もこれチークチーク塗ったらええって言ってね、うん、あ、そうなんや、へえ。しかも名乗ったらなれるんですね。そうじゃあ僕みたいなネットがあんまりできない人でもアノニマスって言ったらなれるんすか。いや、まあ、一応あるんですよ、LINE は。LINE、あ、まあ、わかんない、テストあんのかな。アノニマスのテストみたいな、いや、だって、はないけどな。あれだって、宣誓布告して、もうなんか100ぐらいのサイト潰したでしょ、うん、おりゃみたいな。そうそう、え、氏名公表したやろ。その、向こうの、その ISIS のやつらですか。そう、窓口ってなってるやつらの氏名と住所。すごいっすね、うん、個人情報を漏洩させる力があるってことですよ。サイバー攻撃ってやつ、特にサイバージャパンですか、うん、でもすごいな。で、一回な、霞ヶ関ってあるやろ。あ、はい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 、あそこのサーバー攻撃して霞ヶ浦になってんやんか、間違えるっていう。あ疲れとったっつって公式のツイッターがあんねんけど、そこで間違えましたっつって、はい、ミスターっつって俺らもちょっとみたいな。そうまああるしな、人間やから。出演させようって今向こうの方行ったんで今大丈夫です。うん、そうアノニマスもしかしてこの37人の中におるかもしれない。やばいっすやん、少ないな。バイバイって送られます。あ、最終度今度合コンしてな、うん、嵐のように去っていきましたね、うん、そうそうなんや。いやでもアノニマスってな、あの仮面がすごいね。なんかあれがとこうなんか特徴的というか象徴的というか、うん、日本人にいるんすかね。いや、おるよ。だって日本公式サイトがあるぐらいに。やべえわ、やべえっすね。西大にもんにやるだろ。日本めくられますよ。いや、俺の元カノめくられますよ。え、伊代さんの元カノとかめくられるっすよ。ツイッターやってないもん、フェイスブック。なんかこう、サイト。ミクシーしかやってない。ミクシーも名前ちゃうしな。いや、大丈夫っす。めくられます。うせえ、やばい。めくられます。そういうのをめくれる人たちでしょ、伊代さん。そう。だからね、やっぱ、まあ、凄腕のプロやな。そうそうそう。でこれ。てか、パソコンでそんだけ、いや、どんな顔してるんですか。それ、アノニマスの仮面ですか。もしかして、今のガイフォークスですか。そんなにフォアみたいな顔しましたっけ。11月3日がガイフォークスの日やったかな。ちゃわ忘れた。ガイフォークスの日があるんですか。なんかあんねん、いろいろ。だお祭りもあんねんで、ガイフォークスの日。どんな祭りなの、抗議する祭り。なんか火、わら人形とかに火つけて、うわって、火の祭りって言われてるような祭り。なんか怖いな。西成に本部があるらしいけど、西成がすごい拠点であることが発覚しましたよ。ネット繋がってんな、そこ。そう、いや、繋がってますよ。Wi-Fi もあるでしょ。ネットを持てない人が多い。ネット規制とかやったりしたらめっちゃこの動くね、この人たち。あー、オーストラリアとか3日ネット規制入った時とか、はいはいはい、違法ダウンロードなんちゃらとか。あー、だから悪いこともいいことも全部こうネット関係動くな。そうなんかこう敵であり味方であるというか。そうアノニマスかもしれん。違いますよ。え、アノニマスじゃないです。アノニマスじゃない。いや、違う今日山田電機であいつに会ってきたで、サムに。ヴィンセント、うん、ビンセント。俺今日サムに会ってきてん。全然安くしてくれへんかった。あ、サムあかん、うん、言うといて。サムって誰ですか。山田電機で働いてる黒い人。そうなんですか、うん、サム安くしてくれないですか、うん、もうこれ限界ねって言ってさ。じゃあ、まあ、アノニマスで攻撃しましょう。安くせんやってもらいましょう。そう。じゃあアノニマス味方につけていきましょう。ほら、はい、Wi-Fi ないなって言ってるわ。 Wi-Fi ないな西成、マジっすか、うん、あるでしょ。全然関係ない。サムスンが解雇するらしいね、いっぱい。お、そうなんですか。研究、その開発部門の人たち、3分の2開発部門を。人件費削減ですか。そう、売り上げ下がってるから。で、そのまま、リストラって言ってもそのまま解雇するんじゃなくて、まあ、自分のところいろんな会社やってるから、そこに挑戦を置くらしいけど、でもあれやな、言ったらサムスン、なんでかなって、もう引き抜きやからな。あ、そうですよね。日本の技術者とかに大きなお金出して、スポンみたいな。ですぐ組みだったからな、あの人たち。いや、ほんま技術だけ持ってった日本人。ほんまっすね。はぁ、日本人も。本田さんが言ってたよ、向こうの国に技術は絶対渡すなど、物は渡してもいいけど技術は渡すなど。なるほど、うん、技術が渡したらためにこうなってしまうからね。やっちゃいましたね。いろいろね、あるんですけどね、日本の文化がね、流れている。日本の物作り頑張ってくれ。あの今それで止めれるんですか。止めれるんですか。技術あかん言うて、技術止めろみたいな。できるんだ。いいことしてほしい。まあ確かにね、もっとそこまでの腕があるんやったらもっといろんなことに活かして。イメージ悪いやん、仮面も変えたやん。もうガイフォークスじゃなくアンパンマンにします。アンパンマンとか怖いやんな。でもな、
アンパンマンやばいっすね、なんかダークアンパンマン、あれかぶらなあかんのかな、やってる時かぶってるから、いや見えへんわ、見にくいねんみたいな、そんなやつやられんの、スペースキーどこやねんみたいな、やってるんじゃないですか、アノニマスやってるんじゃないですか、下がってくるから言って、うん、バカにしゃあきませんよ、僕あのホームページに名前載ってるからめくられますわ、八尾出身、いやバレ、もうバレたじゃないですか、もうバレた、インフォメニュース、11月最後の週末ですね、はい、もうね、あの忘年会の時期になってきて、なんで鼻つけてるんですか、まるちゃんが変な顔の女子がたくさんいるよって、そうなんですよ、顔別の年ないですよね、ああいうあのパリ変な顔やったけどな、あ、やめてください、変な顔じゃなかったです、え、変な顔でした、一人前は出てたし、はい、前がいい、いや、出てません、出てません、出てました、出てましたね、お尻まだ、来は今日はお尻出ません、来週です、もうこれから毎日さ、毎日っていうかさ、俺の時さ、一回あのアンナちゃんのお尻を写真で出してからにしてくれよ、スパン始まりましたみたいな、いや怒られますよ、見たいわ、あれめちゃくちゃ、何巻きの見てた人おる、何、あ、多分いてると思いますよ、めちゃくちゃ綺麗やったね、炎上は言ってました、え、炎上ですよ、めちゃくちゃ綺麗やったね、お尻写しようよ、バー放送がある、でもお尻ってね、こう、さあ今日は誰のお尻でしょうみたいな、立石、俺アン、立石、俺アンナみたいな、なんでなんですか、なんでそこで2人が坊さん入るんですか、それをこう、うまいことやったら立石のケツ入るんですか、だるいな、丸目入るんですか、うん、俺お尻綺麗な派やから、綺麗派ですか、うん、だから分からんかもしれない、皆さんね、もしかしたらティーバック入ったらアンナか、イオかみたいな、そう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 、そんなにあれ、これアンナかみたいな、イオやんみたいな、そんな綺麗なんですか、プリンプリンですか、お椀型、うちも、うちの嫁が、うちの娘にパパに似たらいいのにっつって、あ、お尻呪文唱えてるんですね、パパにのお尻、注目です、これ11月最後の週末、そんな、まずこちら、じゃん、はい、ズー2キュッパやるって、やります、やりますか、10時まで2キュッパです、うい、もうね、忘年会時期ですから、もうこの辺だったら早い段階で来てる人もいるんじゃないですか、あー、今日2キュッパにドーンと、今日、飯尾さん10名の予約入ってますから、なんと案内所の方では忘年会の予約をすることができます、もうお店は決まってます、決まっております、1次会の居酒屋からもご案内します、これマジです、インフォメ0570列号見ない0503733に電話ください、対応します、じゃん、カエラナースコスプレ、昨日むっちゃ入っとったっすよ、カエラ、おい振るなっつったやん、やめてください、インフォメさん、ここではそれは出さないでくださいここでは通常の話をしてください、結構入ってましたよ、いや、そうなの、マジで、で、お客さんに呼ばれて来た案内、来て案内所の僕仲いい人がちょっとレミちゃん指名の人が2組いてて、両方来てました、ナース行こうよ、クスッお、いらっしゃい、まあわざわざ僕もそんな遊びに行くっていうね、じゃあお尻の店ですね、バーレスク、お尻の店って怒られるの、あ、行けそうっすね、じゃあ俺も行けます、うん、嫌やな、行けるそうです、お尻の店、え、だからアニハセヨって言ったんやろ、はい、私、観光人に言うと行けます、自分のプライド捨てたやんな、そういうことですね、安田のためにはプライドを捨てるこの人たちも全員バーレスク半額やな、そういうことですね、ロシア人でもいい、ウクライナ人でもいい、全然全然ヨーロッパでもいい、はい、アフリカでもいい、はい、アノニマスでもいいです、ふぅ、仮面かぶってるか分かんない、ふぅ、大丈夫ですよ、というわけで、ね、こういうのもやってますんで、そしてこちらの放送以上になりましたが、やめ、今日で終わると、いや違いますよ、悲しいな、1時からインフォライブ増刊号じゃないですか、今日はカツサンド用意しましょう。